放送は10時スタートです。それまでの間にコンビニ行っとこうかな、途中で。スタンド付きです。小田急線新松崎からスタートです。おくれるか、あれ。あ、そうだ、今ここ出しとこう。うわ、ちゃお、びっくりした今。前ブレーキがスカスカと思ったら直った。大丈夫かなこれ。一応スカッターってことはダメだね。油圧、ディスクブレーキの油圧の仕組みが分かってないから。確かここ沿いにコンビニなかったかな。酒屋さんか。思ったより曇ったな。朝晴れてたのに。あ、そこ、ここは確かスーパーみたいなのがあったな。光ストア。もうそこまであと5分。こういうとこでもスタンドがあれば簡単に止められる。
食べようか。放送まであと2分弱。忘れないうちに今ここで切って小さいな。インプットサイズがこれおかしい。3-2-2発出しこうか。これでよし。次、これです。自動無料延長にしてよし。これでどうだどうだ。おお、バッチリいってる大丈夫ですよね。あれダメか。転送速度バッチリなのになんで。あ、大丈夫ですね。読み上げがなんか小さいな。あ、接触か。スタイル放送とりあえずが接触悪くなってる。これでよしよし。じゃあ行きますね。あ、そうだ、読み上げが今でかくしすぎた。10下げて、ここはですね、御殿場線松田駅。今日はエクスペリアじゃないです。エクスペリアやっぱ画質ひどいですね。コメントで散々画質悪い言われて、その悪いかと思ったら悪かったですねというのと、あとヘルメットがそれなりに重くなって、首の負担が増えるんで、出かけてください。昼に、あ、こっち昼いるかな。あ、今日はスタンド付きです。ほら。だから店の前にもパッと止められる。はい、いらっしゃいませ。猫屋敷。猫ハウスですね。猫の家か。え、空気抵抗。いや、マウンテンバイクです。曇り、エクスペリア、あれマシンパワーですかね。ダメだったな、どうも。というのと、まあ、日帰りとかだったら、あ、輪行できるようにしてます今。カクカクか、おはようございます。なんだっけ、あれ今何落としたんだっけ、忘れたからいいや。旧ソニーだからな、笑。旧ソニー、あ、今はパソコンですか。エクスペリアの。おはようございます、肌の。うん、まあ、肌さんおはようございます。今日はパソコンです。ログアウトしました。お、いきなり再接続を開始します。いきなり切れた。なんで。
なんで切れた。おはようございます。おはようございます。解説に成功しました。どうだ、 FMLE 復活してるかな。ちょっと自分のよっと、もうかよ。ログアウトしました。お、また切れた。再接続を開始します。あー、これなんかネットワークの IP 重複とかかなんかだな、きっと。ワイヤレスネットワーク表示すると、いや、問題ありそうなとこないな。FMLE 停止して接続、これでどうだ。で、枠の方繋がってないな。多分今音と映像言ってると思うんですよね。コメントが見えてない。これを改善するには割とどうしようもないな。今こっちからコメントテストって打ちましたけど、私から見えない。もう一遍枠取り画面から、生放送ページに接続で改めて、ちょっとお待ちください。打ててるからつながって、やっときた。これでよし。で、配信開始ボタンを押しといて、なんか切れますね。過去に接続した記録が残ってる名前のアクセスポイントか何かにつながってしまって、切れたのかと思ったんですけど、よくわかんないです。突然切れる。それで、こっから山北方面に向かうには、そこ松田町、ここ、あ、松田町です。松田駅から出たとこです。とりあえずここくぐるか。便所水汲んだ駅はどこだっけ。どこあったっけ、この辺りで汲んだこと。あ、マイブレーキが吸ってる。接続はなぜか切れますね。思いっきり地元で吹いた。あ、地元ですか。おはようございます。カメラが当たりそうで怖かった。カメラ、今のギリギリでしたね。GoPro が、今日臨港で松田駅まで来ました。まあ、御殿場線で山北駅まで行ったら、そう、2位セット。面白そうな道ですね。面白そうな道は今のとこだけです。ここからしばらくは246沿いで、結構246だよな。いや違う、脇道だ。ここ友達ん家。ディスクブレーキいろいろめんどくさいな、これ。かすかに釣ってる、今。ナインさんに会ったんだっけ。ナインさんに、そうです。ナインボールさんに、林道太郎さんに。あ、まだ今日一枚も写真撮ってね。相変わらず写真忘れるな。ディスクブレーキは後ですね、その挟まれる側のその板のところ、ディスクブレーキのディスクのところですね。あれが横からの力に弱いから、輪行でちょっとぶつかって曲がったりすると、それだけでもうするようになりますね。お、バーエンドバーですね。写真撮るの前は意識せずに撮ってたんですけどね。やっぱ2回、過去に来たことあるとこだと、ぜひ記録に残そうって意欲が落ちるのかな。そう、これディスクブレーキです。V ブレーキの方が良かったな。仕組み簡単だし、軽いし。ディスクブレーキ私今のところあんまりです。まあ下りの時楽ですけどね。ロボさんは自転車保険入ってますか。保険はチームキープレフトに入ってます。 V ブレーキには感染者でそういうのあんまりないんですよね、今もう。あ、ライト気がつきましたか。車道走りで無茶言うな。そんな法律を破れなんて、法律じゃないな、道交法で推奨されてるだけですね。推奨というか、まあ原則か。で、車道走行の話をするとまた
あの議論が始まるので、本当は話すべきじゃないですよね。いやいや、やめとけって。車道は走るのぞ。車道の話はまたいずれ。中の私、幅寄せされた記憶ほとんどないです。幅寄せっていう風に見るかどうかっていうのもあるんじゃないですかね。結局キャットアイ、結局キャットアイ、そうです。新しいライトですね。ライト、この間の中山駅前でに、あのちょっと自転車がいっぱい置いてあるところに便乗して止めてたら、ライトをあっさり盗まれまして、本当にライト盗んでいく人いるんだっていうのを初めて知りました。知らなかった、本当に盗むんだ。で、あのオーライト T25 っていうマグライト式のやつ、マグライト型のやつと、あとあのテールライトの、止まったか、テールライトの、あれもキャットアイのやつだったかな。このトマトは多分切断じゃなくて待機不足かな。そう、何がひどい。中山駅前はそんなに若者がいっぱいたむろってるとかそういう感じじゃないんですけどね。で、若者が悪者みたい言ってるな。転売できないと思うんだけどな、ミラー盗むで盗まれたんで、テールの方はその前に買ってた、ライト名前書いてない、いい加減日に焼けた色してたから転売できなさそうなんですけどね。そう、ライト外すなんて瞬間思いもつかなかった。山ビル、ああなるほど、それでか。うん、またか。この、あ、聞こえてたのが今。あ、今のは何？おはようございます。ちょっと、なんか落ちてた、機械が。よっと。今日全然寒くないですね。朝、そういえば、えらい涼しかったけど。これなんだろう？カメラかと思ったら違いますね。よいしょ。なんだろうこれ。少しだけ重たい。でもレンズが入ってるわけじゃない。なんだろう。今日。あ、今日アンドロじゃないです。PC です。なんかカメラっぽく見えたんでと思ったけどカメラじゃなかったな。じゃあいらない。とりあえずあの車のタイヤに踏まれないとこに置いとこう。で、触るなよ。カメラかと思ったら違いましたね。何なんだろうあれ。カメラじゃなくてレンズがあるとこは、なんて言うんだろう。穴が開いてるだけでもなくて、いや、カメラじゃないみたいですね。あれで配信、しかもコンセントに挿すプラグが直に生えてるってことはあれなんだろう、 AC アダプター的なもんかな。医学部か、教授か、ちょっと来ました。で、今ここ246です。246やっぱ車多いです。何の入り口、カメラ、ああ細かいところ見えなかったですね。いや、ピンホールでもなくて、 なんていう構造なんだろう、構造の説明が難しい。ただ穴が開いてるだけでもなくて、何かを差し込むような形にも見えた。その際かな。ギアとし、あ、できるんだったら別に禁止も何もしたことはないです。ホール、香川さん、香川さん、香川さん、
誰だっけ香川さんって。香川県で配信したことないよな。誰だっけ香川さん。うん、前の、ああすいません忘れてた。いや忘れてたっていうか、どれなってんだろう今。CCHP の方になってますか。あれ修正しなかったっけこの間。CCHP.dion.jp っていうアドレスは間違ってて、サイバーサイクリスト .jp です。ああ、それですいません。師匠、弟子おはようございます。サッカー選手。サッカー選手？ん？あ、香川さんって人が。ん？万有の香川。今神奈川県です。この名前、自転車配信やった人でしたっけ香川さんって人は。だったっけ。で、今これなんて。あ、待てよ、ここ右に行った方がいいか。この辺りから御殿場線沿いに道ありますかね。あ、これ古い地図だ。いや、今日はPC 配信です。 Android は私の小ささばっかり気にしすぎて、 CPU は非力だったのかいまいちでした。日本の代表の香川、あ、サッカーですか。サッカーは私は非国民なので見てないんですよ。というかテレビ見てないし。お。タイヤはこれ26インチです。私は700C のクロスバイク乗ってて、それでホイールが大きすぎると思ったのもあるんで、で26インチのマウンテンバイクについ最近乗り換えました。26はやっぱそうなんですね。だから9246の方にこれから行きます。自転車はサーフェイスってあれですかね、マイクロソフトのタブレット的なやつでしたっけ。タブレットっていうのかなあれは。パワータッチ。はい、もう言われてる。見返して無茶言うな。うん、いやあれはあのスピードはまあ遅いとは言わんけど普通じゃないですかね、ロードバイクでグループで走ってる人たちっていうのは。どうだろう。おにぎりはまだ2時間以上後ですね。12時ぐらいには着きたいけど、でも標高300か400ぐらいのところだからそんな変わらんかなとかいうのはフラグになりますね。でもうすぐ東山北駅。うん、自宅4人くらいに見えましたね。私は5人ぐらい見えたな。もうチャイムのこんにちは。天気はちょっと曇ってます。ハンドルを深く切ると、私は 700C のクロスバイクだとつま先当たるんですよ。まあホイールというかフレームのサイズにもよるんでしょうけどね。まあそんなにハンドル切るなっていうのはあるんですけどね。で、なので26インチのタイヤが私は今ちょうどいいんです。ん？なんで止まらない？一時停止かなんかあったっけ？あ、本当ですか？普通なんですか当たるの？吐きそうに。ここは神奈川県。あれもう急度終わりか。走りたく、お、この先歩道工事のため通行できません。反対側の歩道に迂回願います。まあいいんですけど。東山北駅は今通過したか。この辺りは横浜県というよりは丹沢県ですね。で、足当たるのそんな普通なんだ。私はそれで1回か2回こけたんですよ。良い匂いで鼻がいいですね。サイババー、うん、横浜県と丹沢県からなってるって言ったらまた言い過ぎだな。実在。あ、八木さんいらっしゃいませ。八木さんにはこの間行って、本当は先週来ようと思ってたけど寝坊してもういいやと思って来なかった。大野山に向かってます。
あれ先週だっけ、先々週だっけ、先週だよな。タイプミスしたらけじめですね。けじめ案件ですね。けじめ案件なのでは。何がどうなったの。夏休みは北海道また行きたいです。ただ青森の走り残したとこも行ってみたい、渡良瀬とか。まあでも北海道行ってみようかな。また録画です。録画。ちくやぎさん、ちくやぎさん、元ぶって重くないですか。マウンテンバイク、まあ重たいですね。特にディスクブレーキのこれは、まあ10万円ぐらいのやつで、そこそこ私から見るといいマウンテンバイクなんですけど、それでも12キロ超えます。駿河大山、あれ駿河大山って位置的にどうなるんだっけ。駿河大山はちょっと離れてませんかね。まだ結構離れてるような。お願いします。マウンテンバイクだ。246っぽいですね。どう思いますか。あの国とかですね、地域とかで、あの人の性格を一緒くたにする考え方は好きじゃないです、私は。まあ、あのそういう傾向があるかどうかっていうのを実際には知らないんで何とも言えないけど、全員がそうだみたいな考え方はっていうのはそこまで言ってないですね。コリアンタウンの話からは。なんかネットだと、ネットだといろんな国とか地方とかを叩く人多いんで、なんかあれ見るたび無駄にイラッとしてます。ボーナス、あ、ボーナスか、ボーナスだよ。ボーナス、ボーナス、邪魔そう。まあ邪魔じゃなくはないですね。手渡れない向こうに渡るか。渡れるかな、これ。温泉はですね、今日降りてきたところにはないか。いや、中川温泉は大坊の方か。よし、よし。あそこにパトカーがごそっと。今の気温23度。うん、また止まったのか。246のこの辺りからは結構危ないとこ多いです。いつから、いや決めてないです、まだ。行きました。中年太りは結構今身長168で64キロだから、標準体重より2、3キロぐらい重いはず。標準というか、あのちょうどいいバランスの体重というか。リスク、いや私はリスクを犯してまで自転車で走ってるっていうところかな。私は配信はあくまでついでという扱いなので。これはドコモのフォーマです。クロッシーとかその手のやつには契約してないんですよ。まあ今日行くとこみたいなとこだと、もうクロッシーとかそういうのは全然今はないので。またか。名古屋走りでどうなんだ。名古屋内みたいなもんか。しかしなんか今日プチプチ切れるみたいですね。平均年齢。名古屋打ちっていうのはですね、イニシエのゲームの技の名前です。イニシエのランチおにぎり。スピード違反は軽車両だからまあありえますよね。ただ今日本で、あの常識的に、いわゆる常識的に考えると、自転車のスピード違反はの逮捕例はないので、多分で、どなたの挑戦って分かりません。こんな山奥、でもいつ配信になるか分からないですね。放送してます。夜中の24時に放送してます。
とりあえず細い方の道行こう。こっち行ったら山北駅かな。もうそろそろ予定ルートっていう、そうインベーダーゲーム、正確に言うとスペースインベーダー。そう、水魚のポーズ。あ、止まりません。自転車でも30キロ超えたら一応法律、道交法的には違反っていう扱いにはなるんじゃないかな。どうだろう。で、その後のコメントすみません、よく聞いてなかった。延長はできて、一応自動無料延長オンにしたので、ツールがちゃんと動いてくれれば。で、何にしたのってまた聞きそびれた。廃止、あ、いや、廃止になるかどうかでよくは知らないですけど、地方の、あ、地方ローカル線は今バンバン廃止になってますからね。廃止になると輪行ですぐ近くまで行けなくなるんで、非自走派の私は辛いです。おはようございます。今日は18時から雨予報だったと思います。土曜に、そうですね、今日は昨日そんなにめちゃくちゃ遅くはまでは起きてなかったので、珍しく。だいたい金曜夜は朝4時とか5時なんだけどな。プレアカです。プレミアムアカウントです。マイゲスト 500円はポーンと払ってますから、ポーンと延長できましたね。うわ、今こっち見てなかったらような気がする。こっちが見る前見てたのかな。ちょっと今のは私が見てからは見てなかったんですけど、富士山はどっちだ。リアカーは軽車両扱いでしたっけ、どうでしたっけ。第8車が軽車両扱いだったんだったかな。だとしたら多分リアカーも、いや、そんなことないよな。いや、あるか、どうだ。自転車乗り換えたので、乗り心地は自転車マウンテンバイクです。もうすぐ山北駅前通過ですね。歩行者の制限速度は、歩行者はないんじゃないかな。車は自転車のスピードの感覚はわからない。うん、車、それはあると思いますね。なんか工事やってる。リアカーは軽車両扱いだと思う。あ、やっぱ軽車両なんですか。これ何の工事だ。特に何も書いてないですね。写真は撮っとこう。ここら辺さりれてますか。ここら辺は、いや、そうでもないと思う。うん、意外とって言い方も失礼かな。あ、あっちは桜の湯って温泉あったんだ。山北駅前です。ここって普通の人は何するために来るんだろう。登山かな。シルコ。ここの建物もなんか古いんですよね、美容室の。なんか古い郵便局みたいな、石造りの。反対側にはスルが置いてありますね。あれ、スルが当初はここからスタートじゃなかった。当初、あ、そうです。ただ御殿場線本数少ないんで、走ってきた方が早いかなと思って、結果的には早くなかったかな。いや、多分早いだろう。ポッポ駅前だと、これは前見てないような気がする。いつからあるんだろう。公共工事は大事です。休憩、お食事、お土産、鉄道模型、公共工事。うん、それもあると思います。4曲げのシルエット見れた、ありがとう。いつ見れたっけ今。よし、しゃれた建物、俺の家だ。あなたの家ですか。山北駅の近くはそこそこ店あるんですよね。でもまあ閉まってるとこも結構あるかな。今のは休憩所だから軽食屋さんかな、喫茶店的なとこだと思います。
寿司弁当、寿司弁当川村城ってお城とあるんだ、ここ。お、鈴廣、かまぼこの歌の鈴廣。この駅前、そうですね、かなり街はあの古式ゆかしい感じですね。相当本当古いんじゃないかな、この辺りは。いや、シャッター街とまでは行ってないと思う。あのアーケード街でほとんど全部シャッターっていうのに比べればまだだいぶマシな状況じゃないかなと思うんですけどね。昭和中期から、中期って昭和 2,30 年ぐらい。今日は久しぶりに愛車のトラクターで大観山に行こうかな。大観山となると今日はおにぎり食べる予定なんで。大観山ってあの箱根のとこですかね。ふう、スープ、この辺り結構いい感じですよ。おにぎりは数はそんななかったと思うけど、おかずがいっぱい載ってるんですよ。前 見たやつはそうだった。ただ今日その私が目的としてるところの売店やってるかどうかっていうのと、あとおにぎりセットまだやってるかどうかわかんないです。だから念のためにあの薄皮あんパンだけは買ってきました。薄皮キャラメルクリームパン。やってるでしょ。土日はやってるっていう話ではあったんですよ、前看板写真撮ったのを見ると。うん、ああ、モチサミット。モチサミットあれ、モチ食べるところが撮影できればよかったんですけどね。人が多すぎてそれどころじゃなかった。おはようございます。もうそろそろあの脇道すると上り口に。でも今日行く道実は初めてです。確かなんか変なルートがあったんで線引いたんですよ、ルートラボで。でここは御殿場線の撮影ポイントでしたよね、確か。でしたよねって。何を記録する iPhone アプリ、GPS のログ記録するのは別のこの機械使ってます。 eTrex30 っていうガミのやつ。これは電池の持ちがむちゃくちゃいいので、炭酸2本で14時間ぐらいだったかな、交渉では。で実際丸1日使ってても全く切れないです、炭酸2本なのに。神奈川近郊で峠含めていいんだったらこの近くのひさり峠かな。尺里峠と書いてひさり峠。あ、もうちょい先か。24時間ではなかったと思います。電池の持ちですよね。そこまでは確かなかったはず。大宮山の看板がある。また止まったか。車の流れに乗っていくしかないか。あ、待てよ、向こうに渡らない方がいいな。こっちの歩道沿いに行った方がいい。あ、おはようございます。止まってるみたいですけどね。今日は何でもないところで止まるな。あ、最峠、あの行く楽しみが減るかもしれないけど YouTube 動画も載せてます、ひさり峠。この間あそこ あの小学校の文庫跡で羽田野さんと一緒にあの自炊配信をしてきました。ホイコロ作った。
あ、覚えてます。酒水の滝、あ、そう、あれ酒の字のですね、下の線が一本ないんですよね。斜水の滝、あれ止水だっけ、斜水だっけ、よっと、あ、これ歩車分離式なのか。この私のためだけにこの車を全部止めてしまった。こっち側のトンネルで横の道があるんですよね。あ、てこっち側のトンネルかって、あれあれ行けるか、行けるような、車両通行止めだから多分歩行者扱いで行けるはず。押して行けか、押しもか、はい、うわ、これ狭い。じゃあこっちの方にこれで、ええ、もう本当に狭くなってる、水っぽいので、あ、すいません、はい、あ、はい、で、あ、ありがとうございます。いつものあ、これですね。一応歩数やるんだ、ここで、こっからだな、こっから上りですね。大根山ハイキングコース入り口、確かここは初めて走るはずで、この先電波がちょっと怪しくなってくると思います。さらによし、あと1時間半ぐらいで行く。大根山といったら牛。さすがロボさん、顔パスだな。パス。どうした？我々。補修工事かな。補修工事ですね。みんな働いてる。これ今車通れるのかな？ここって。よいしょ。顔パス。今のイベントありがとうございますだけど。辿れるかな。コメントもら、あのイベントコメントもらったら、それの1分前にリンク貼るようにしてるんですよ。そうだね、ここ。こっから先でも今日はマウンテンバイクのギア比だから、あれ前来た時もマウンテンバイクか。じゃあ変わらんか、きつさは。国民弱体化。国民弱体化。どういなか、いいでしょう。補修どうですかね。牧場あるところ。そう、牧場が上にあるところです。でも牛はあんまり見られた記憶が、何頭か見たかな。丹命のクロスバイク、丹クロスバイクは1年も乗って、今玄関のところに置いてあります。ふう、なかなか、あ、こ、喫茶店、コーヒー、ケーキ、柚子胡椒、道楽母ちゃんの柚子胡椒。営業はしてるんですかね。上り坂きついよね。11時から営業か。上り坂なかなかです。まあ、ゆっくり行こう。バスの時刻表が1日で10分ないぐらいでした。あの喫茶店のところに、あの手作りの時刻表看板があったんですけど、40度くらいの斜面か。40度登れないと思うな。なかなかよろしい。よろしい。あれ、車が来た。なぜこの道を。暑さはそれほどでもないです。まだ夏は北海道行きたいなと思ってます。こういうところはすぐ潰れるからな。湯だと押さえますか。潰れるな。まあいいや。牛はですね、過去に何頭か見たけど、たくさんいるの見たことないですね。いきなり山の中だね。山の中ですね。この辺りは、お産なんだから無理してないです。レーサーの方ですか？北海道の。レーサーの方ではないです、私は。大体行ってるでしょ。北海道の、
そうですね。北海道、マリオさんは札幌の近くですからね。確かに北海道メジャーのところはかなり行ったから、どっか完全新規の場所を探すのはちょっと考えなきゃいけないですね。マウンテンバイクのギア比でゆっくり登る。多分北海道にすると思います。多分苔もしてますね。どう見てもレーサーのスピードちゃうかな。レーサーとロードバイクとロードレーサーって言い方かって話はこないだしたか。ロードバイクの方がより広い範囲を刺すっていう風に聞きました。ロボさんタウシュ別強要は見たんだっけ。タウシュ別見てないんですよね。あれ、シカリ別校でしたっけ、どれ校でしたっけ。その時は車で来てた人から写真もらったりしただけで、現地で会った人で、後でそのタウシュ別のあれ橋梁跡ですかね、鉄橋じゃないから。あ、電波やばいか。あれはシカリ別湖だったかぬかびら湖だったか。あ、楽になった。もう何年も行ってないからね。北海道行ったのは2009年だから、今年行ったら4年ぶりですね。レーサーロボ、レーサーもかけらも、かけらもレーシーじゃないです、レーシー。車さっき1台だけ来たけど、まあ普通来ないですよね、この道は。今これは、そう、透明の上です、こっちは。透明がトンネルになってるところの上を通る道です。そろそろリスナータイムかな。激坂ハーハームル、そっか。あ、まだ違うか、まだ先ですね、トンネルになるのは。まだ透明の下です。止まっても音やってるから大丈夫。あ、今音だけか。今透明の下くぐってます。そう、この道山道だけど、途中建物の表示が結構ありました。これは工場かなんかかな。もう早いな。30年前ほどのサイスポの表記はロードレーサーだったね。あ、ロードレーサー。つぶらの入り口。あれ、ここって前下ったところか、もしかして。どうだったっけ、これ下った道であったような気もする。あー、どうだったっけな、これよく覚えてない。そうそう、工場があって自販機があって。札幌は多分近く通る可能性はあっても、札幌自体にあまり寄らないかなと思います。だって札幌都会すぎる。ここから右のこの道か。ここ前通ったかな。東北、いや今年の夏休みは北海道に行こうかなと思っているところです。草刈りだ。都会に行くよね。はい、あ、回復しました。ご苦労様です。あ、これバスが通る道だから、やっぱり前来てるかな、もしかして。いや、チェーンじゃなくて、あれは
あれはまあ剥き出しですね、刃物が。来た。今大根山登山口っていうバス停です。あれ、さっきの車かな。あ、違うか。パンク、あの草カッターですか。あれ、バス停かな。横にあるのあれ、タヌキだ。だよな、タヌキだよな、きっと。チェーンソーアートのタヌキ、ちゃんと塗ってあるよっと。共和地区福祉バス、手作り。これ手作りですよね。青森から。去年はそれも考えたんですよね。今日は、あれ、これがバスか。この隣に止まってるバンが、今日は福祉バスって書いてある。山百合号。あ、復活しました。山百合号。そう、正雄。コミュニティバスだけど、こんなバンみたいなの使ってるんですね。一日、これ往復じゃないよな、きっと。全部合わせて11便みたいですね。6時半、7時9分、7時42分。通学時間帯はそこそこあるのか。とろ。すごい、第5便がですね、時間決まってなくて、9時から12時の間、当日電話予約による運行、全地区利用者。あー。牧場あるのね。うん、牧場あるとこです。共和地区って前行ったところかな。いや、多分ここ来てないよな。バス路線も民間では廃止になるから。これは、あ、違う、右側か。こんなとこにボクシングジムが。そういえば地図に確か書いてあったな。今日曇ってますね。朝晴れてたんですけど。足柄ボクシングジム。虎の穴。すごいとこにありますね。世界最長線に向けて。なんだこれ。おお。あれ、予定ルート、私これはまっすぐだ。こっちでいいのか。よかった、急な方じゃなくて。タヌキ来てない。おー、ピコピコ鳴いてるのは何だろう。ピコピコ、あ、鳥の声ですね。あれ、なんだろうな。日本で一番山の中のボクシングジム、いいな。看板いただいていこうぜ。看板、辛い時が上り坂。これ自転車乗りに対してもなんか自転車乗りに訴えかけるものがありますね。ていうか、自転車乗りから見ると上り坂が辛い時なんだけど。体験入門で、中で今スマホいじってる人がいるから聞こえてるかもしれない。あと、お地蔵さんっぽい顔の、その目が。いつも綺麗に鈴蔵くん。ここでボクシングの、まあ練習というかジムですよね。設備はなんか結構綺麗にしてあって。うん。ってことは、ここは、門下生っていうのかな、通ってる人もそこそこいるんですかね。うん。そう、牧場のとこです。で、途中にある、途中の、あの、集落の、あ、トイレもある、すごい。一歩が、あれ、山の中でって、私はあの漫画全部読んでないんだけど、山の中合宿とかの回もあったんですかね。よっと。いや、辛い時こそなんかその人間としての位が上がってるって感じじゃないんですかね。下り坂マウンテンバイク楽ですよ。ブレーキよく効くから。まあ MR4 のドロップハンドルの、あの初期モデルですか、あの初期モデルでブレーキが、あの感知ブレーキじゃなくてキャリバーブレーキか、あれ乗ってた時の下り坂辛かったです。そういう意味ですよね。そうそう、上に、あの、進歩してるんだ的な。今中で、あの、
スマホの画面が操作されてるのだけ見えました、明かりが。人の形は見えなかったけど。だからあんまりベラベラ喋ってると、まあ、有効的に声かけられるかもしれないし、道場破りかみたいに言われるかもしれないですね。振り坂、あ、折り坂って書いて振り坂なのか今のは。体験入学してみてください。体験入学、早く猿の映像をお願いします。猿ですか、この山猿いるのかな。まあ大体どこの山でも猿はいますけど、大野山って猿いますかね。丹沢系で猿見るのはヤビツと、できたら鹿の映像も。和田見たっけ、鹿ですか。鹿もいそうですね。鹿普段あの顔見せないだけでかなりいるはず。熊か。気持ちよさそうだな。気持ちよさそう。動体視力かなり残像が残ります。性能悪いです。私の視覚素子はかなり性能悪いです。鳥目だし。深沢経由の山が 4.8 キロで、ハイキングコースだと4キロで、私はハイキングコースの方を選んでるな。そう、確かこっちの道の方が少し集落があるんですよ。で、左の方に行くと少なめ、そう、バザイ、鳥の目というわけで行ってみますか。 4km だとすぐだね。 4km、 いやー、少なくともここから2時間以上はかかります、私だと。いや、昔の私はもっと早かったんですよ。1時間ぐらいで行けたはずですよ。自転車を探しててクロスバイクに普通の荷台つけれる、クロスバイクにつけられます。クロスバイクは今オプション類は一番豊富なんじゃないですかね。前はマウンテンバイクの方が優勢で、クロスバイクには荷台とかつけるの難しかったんですけど。ん、どれが大好き、何をする私が。なかなかですね。あ、ラグが。イノシシもいるかもしれないな。丹沢湖は上から見ます。山頂に行ったら。今年山鳥そんなに出てるんですかね。時期的にもうちょい後のような気がするけどな。なかなか。ダニは、まあ昼もそうだけど注意するの難しいですね。草やぶに入らないぐらいかな。ここはなかなかです。で、今日私はあの崖から落ちたら絶対這い上がれないよね。マウンテンバイクに戻ったら立ちこぎしやすくなるんじゃないかって言ってた通り、今結構立ちこぎしてます。天気良くなってきた。で、実際にこの間よりは体が慣れてきてるような気がします。あの、サスペンションがあると前サスがあると普通は力が逃げるっていうんで、上り坂ではあのロックアウトしたりするもんらしいんですけど、私逆なんですよね。最初サスペンション付きの自転車で散々乗り慣れてたせいで、サスペンション前提の立ちこぎになってます。今日は1、2ヶ月前に1ヶ月前に買ったマウンテンバイクです。メリダのマウンテンバイク。メリダのマツ TFS500。 なかなか。これは10万ちょいだったかな、買い値が。サスフォークの方が私はいろいろと楽ですね。また買っちゃいました。人丸好きですか。私はプラモ組み立てるとこまで行ってないな。そうそう、あのちょっとお茶休憩。 UCC の400ミリリットルのコーヒーに、きつ。最近あの陸自の戦車の模型がついてるんですよ。あれ、ブロックタイヤ。昨日の模型は何ですか。スリックタイヤです。
模型は UCC の、あれ全部写真撮ったの載せちゃったんで、で UCC の400ミリの缶コーヒーに、あの陸自車両の模型がついてて、でそれがあのガルパンという戦車アニメで最近戦車が盛り上がってるので、だからだと思うんですけどね、探しても探しても全然なくて、セブンイレブンがその UCC のコーヒー入荷してることが多いんですけど、全然残ってなかったですね。で結局私は探し歩いて30軒目ぐらいなのかな、トータルでのセブンイレブンでようやく見つけました。近く の, あのコンビニ巡りで2時間歩いたりしてました。うん、ブラックのアイスです。買ったのはすぐに。ああ戦車どうですかね、もともとそういう戦車好きの層はあったけど少ないだろうからな。種類は8種類です。一丸好きがプロトタイプとプロダクションモデルの2種類あって、で90式、74式、61式までが戦車で、あとはなんだっけ、87式偵察なんとかと87式自走攻自走対空砲だけと、あと軽装甲車両ってやつとデゼムかな、これが8種類のはず。洗ってないですね。このマウンテンバイクもまだ油もさしてない。うん。あ、ですかね。人丸式はどうでしたっけ。私はそのあたりの細かいことは全然分かってないです。うん、道は遠回りの道ですよ。遠回り、ああ前走ってない道を通ろうと思って線引いたんですけど、最短じゃなかったですかね、これ。のレジ前に端末置かれてました。防衛費の7番線いや多分この道は初めて走ってるはず。やっぱりあれこっちはハイキングコースってなってたんだっけ。うん、ハイキングコースです。頂上まで4キロで出てました、さっき。自走で帰るの今日は。どっから輪行かな、何の方も。セブンイレブンに置いてありますよ、だいたい UCC のやつは。45度は 100% です。だからパーセント表記で言うと、あの 100% 超えの勾配も一応ありえますね。人件費下げて実験開発に回せばいいのに。人件費下げて。年齢的、年齢じゃないですね、個人差ですね、それは。私は個人として自走は真っ平なので、スキーヤーでは分かるけど、シャド30度でも落ちる感覚があるよ。30度ですよね。今日の昼は自炊ですか。今日はおにぎりセットを食べに来ました。あるかどうか分かりませんが、なかったらなんか売店で買う。売店も開いてなかったら薄皮パン持ってきたので、さすがに車通らなくなりましたね。よいしょ。おにぎりセットに行きたい。おにぎりセットがかなり安かった覚えが。いくらだっけ、300円だっけ、400円だっけ。ニワトリ今さばかれても。昼くらいは他にいませんね。この道は良くないんで、ロードバイクはあんまり来ないと思います。登り崎は、坂は、今度辛さが楽しいわけではないんですけど、
読み上げの件は見てる人の方でリロードすると短縮される場合が、そう YouTube のやつにも今撮ってます。でちゃんと撮れてるような。うお、びっくりした。おにぎりで今日はそんなに、今日言ってる分だけだと20キロ台ですからね。GoPro が撮れてるな。戦車トップアタックは想定してないと思います。おかずいのしし、自転車乗って筋肉つくのかね。筋肉はつかないことはないと思いますけど、そんなムキムキになるのには意識して乗る必要があると思います。その黒価値が出ると私は思ってます。いずれ車載映像だったらかなりあると思うんですけど、細かいところを拾っていく映像というのは、まあそれはそれで別に意味あるのかなと思ってるので。てか私自身が後でそういえばあんなことがあったっていう時に、本当にスマホで映像を呼び出せるっていうのがなんか楽しいんですよ。Z さんのホイールが前走れなくなった時の映像なんかもそのまま取り出せますからね。で取り出せるように整理してインデックスつけているので、これは廃墟かもしれない。便利になりましたね。というかそんだけの容量を今 YouTube が載せさせてくれるのが、マウンテンバイクはギア比がすごく低くできます。うお、 YouTube どうだろう、そんなにまだ見てる人いないです。車は安定はするんですけどね、車の方が。今は、インナー、ハイトのお題だってなんだ、ミドルか、センターか。ミドルかな。インナーミドルぐらいです。それでもこれ、ギア比は一応割ってるんじゃないかな。どうだろう。これはデオーレですね。そうそう、まだ余力を残してるぜ。デオーレの XT じゃなくてデオーレか、坂道の途中の景色とかこの静けさとかかな。あとは達成感もあるし、お、もう集落に入ってきたかな。あの電波塔があるってことは、あれ、あそこのあたり売店だっけ。あれもう来たかな。あ、来てるっぽい。この近くだ。トレントに動画流して拡散しとくよ。トレントはウィニー的なやつでしたっけ。くらいの高さの今標高は330。止まったか。旧型はあれはボロボロだしな。白くつった。あ、こんにちは。小学校だ。小学校だったのか。こんにちは。旧共和小学校、気温はまだそんな高くないです。そう、止まるとその後でずれたままになりますね。あれ電波塔どこ行った。あれか、小学校の横って前通ってないよな確か。と言って通ってたらどうしよう。こっちのサイズありますね、この小学校。やっと集落周辺だと電波復活ですね。うん、でも校庭でなんか作業やってる。お、電話ボックス。顔と尻にピメリットコーティングしなくては。ピメリットコーティングシワシワになるわけですね。毎日自転車で通いたい。
吸着地雷が磁石式のがつかないように。あれ磁石式に限らないんだっけ。どこの学校も高い金網に囲まれるようになったな。金網生徒がおるのか。この間行ってきたあの久里峠のところの高松分校は金網一切ないですけどね。まあ廃校だけどな。廃校じゃなくて休校扱いなんだったかな。いや確かあれ廃校のはず。これから尾根伝いになりますよ。尾根伝いってことはそれなりに景色もありますかね。てか茶畑ですねこの辺りは。多分足柄茶かな。だいたい平坦に近くなってきた。結構下ってるな。下りすぎ。言うて蜂か何かが今アルパカ放送はアルパカですか。この辺りも初めて来てるはず。多分炭焼きだ。本も あれでもなんかこの辺りはちょっと見覚えがあるようなないような。あるかな。山北町はお茶が有名なのか。山北はどうだろう。山北茶ってのあったっけ。お、登山の人だ。ちょっと一旦その後ろ順番で行ってみて。そうか、やっぱ登山やってる人いるんだ。平家の落ち武者の住処。お茶は盆地じゃないの。んお茶は盆地、いや山の斜面ってイメージですけどね。あとは牧之原台地では静岡県。お茶はなんか平地というよりは高台にあるイメージですね。多分風が強いところとかはダメなんじゃないかな。いや風はあってもいいんだっけ。霜が降りるとダメなんですよね確か。さっき見えた電波塔はどこだ。あ、寒暖差がある。なるほど。でやっぱ斜面なんですね。山がある。そう、山があるの人たちがいました。まあ夜は自転車は売店のところに着いたら見せることになると思います。どっちしろ降りるので。ふう、あれまだ分岐先か。ああ、狭山か。確かにある。じゃあガールの厳密な定義言ってくださいよ。広辞苑に書いてある定義で。ガールは書いてないか。今年の夏はホッケアドン行くんですか。北海道に行こうかなと思ってます。ただどこ走るかまだ全然。ガール参加しますか。あ、藤野でやるんですか。へえ。面白い本。面白い本は、グレッグ・ベアのブラッド・ミュージック。私、あの SF が好きです。お元気。あ、結構元気です。桂正和はウィングマンの人って言ったら古いか。最近は何書いてんだっけ、あの人は。おお、結構な。なんで歯入ってるの。まあ興奮してる部分はあるかな。あ、そっか、ビデオがあるか。あれ読んでない。なんかエロいというイメージしか残ってないな。よく知らない。よく読んでないけど、あれエロいんじゃなかったっけ。ハルテル先生。ハルテル。やっぱウィングマンだよね。ウィングマンのパソコンゲームが出てた頃の世代ですから。
30後半から40ぐらいですかね。エクスペリア1万2000ぐらいでした。よく読んでないけど言い訳ですね。不安クラブ作ってください。不安クラブ、みんなで不安になる。あとはファーンって言い方もあるな。ファーン。パソコン88でチェーングって喋るゲームあったな。初見88で喋ってましたっけ。あ、初見さんいらっしゃいませ。私こういうとこが一番好きなんです。こういうとこサイクリングするの本当面白いですよ。梅雨は影響あります。基本的に降ってたら走れない私は。まあでも雨装備、完璧な雨装備持ってるんですけどね。あ、ビープオンで。ゲーム性、まあチーム右京が主催。藤野ってあの芸術で、最近あの芸術作品置いてあるところの藤野ですよね。エニックスだったよね。あ、確かエニックスでしたかね、ウィングマンゲームは。宝塚記念買うって本当ですか。宝塚記念買う。麦茶で作るラーメンは美味しいですか。麦茶、それ三瓶さんの時じゃないですか。サインの岩見銀座の近くの三瓶さんの、あれ三瓶さんだっけ、あれ大生の時だっけ。麦茶、麦茶針金ラーメンは。エニックスはエロゲ何出してたっけ。エロゲ出してたと言ったら光栄ですよね。ブレードランナー小説のパクリタイトルアダルトゲーム。最初エロゲからだったよね。でしたよね。森友人も作ってた。アドレナリンで塗装。電脳学園。うん。どれ。電脳学園ってガイナックスのなんかじゃなかったっけ。マビックコイルは何買っていいですか。あ、そうだ、マビックコイル移植しなきゃ、もったいない。マビックのあのそこそこいいマウンテンバイク。まあ確かにエロは否定できないんだけど、昔のエロゲはですね、確か音声、あのハードウェアで、ハードウェアで音声鳴らすやつもありましたよね。似たような、どこだ。あの人坂道嫌いじゃなかったっけ。70、80年代ぐらいですね。私が10代ぐらいかな、もっとしたかな。話ついてくれない人すいません。40歳、40代の人間のネタなので、40代の人間の子供の頃のネタなんで。あの人は高いところも嫌いですね、確かに。だから崖とかには近づけないんじゃないかな。ペヤングにサバカレーの缶詰をかけていた人がいましたね。かけていただきましたね。あ、こんにちは。ペヤングサバカレーは今日の道の駅巨南でやったんでしたよね。なんか周りをなんかあのなんだっけ、子供があのローラースルーじゃなくてなんだっけ、あの滑るやつで周りをガリガリ走ってた時ですね。そうそう、キシメンホイール、あれですね、輪行する時に指痛いんですよ。私はガリガリ君まだリッチ食ったことない。リッチシリーズは今年の夏はリッチに行ってみるか。日野翔平、ダウンヒル中。ダウンヒルどこだろう。残念ながらリスナーは全員40代です。40代 あのリスナーの40代率は結構高いですよ、あのこの放送は。コンポタージ食べよう。コンポタージ食べ損ねたな。あれリッチシリーズでしたっけ。私はガリガリ君はナスとソーダとコーラの3種類しか実は食ったことないんじゃないかな。日野翔平は今日は岐阜です。岐阜か。傾斜緩くなったね。傾斜さっからほとんど平地ですね。奥とか金が出た。コンプティークっていうのはあの袋閉じのやつでしたよね。この辺りはかなりあのなんていうか、あのなんていうか、人間のエロ的方向を左右したりするようなところの話なので、浮かずに話すと危険かもしれないな。ガリガリ君リッチの入浴剤ですか。あのガリガリ君シリーズで グッズがいっぱい出てるのは知ってます。確かあの氷で冷やすあの保冷剤みたいな、あのなんだっけ、熱射病対策グッズとかありましたよね。いらっしゃいませ。売店まだか。いいよ。
でも今日のこのルートは道的にかなりいいです。次来るときもここ通ろうかな。ガリガリ君とくまモンだったらくまモンの方がより汎用性が高いと思う。ガリガリ君はなんか絵柄が子供っぽい部分があるんで、ガリガリ君とどこそこの市長とかが並んでる絵はあんまり思い浮かばないけど、くまモンだったら平気で並びそうな気がする。少し濃いですよ。道は良くないですけどね。この通り50代はいないの。50代いるいる。あれ、ご飯が進む君とガリガリ君が確かに似てる感じだな。少し二人はロードバイクだとちょっと道が不安かもしれないですね。ここ急坂だし路面悪いし。 YouTube ビデオブロガーだけで生計を立てる予定は？ビデオブロガー、YouTube の今再生数が1日どんぐらいだったかな。1日100もいってないぐらいだと思うんで、全部合わせて一つのビデオに限って言うと1日に、あ、 YouTube は収入入ってないです。広告入れるとうざいんで、そんな月に数百円とかのために広告入れなくてもっと。紳士が、ああ、面白くないって人もいますけどね、それだと。日本語が、ああ、時間数がですね、店の動画、そう、確かにできるんだけど。そう、あれ YouTube の動画はめ込んで、で、インデックスで飛べるようにしたりしてます。あの形式は最終的に実現できてよかったです。そこそこの画質で全部の時間載せられて、しかもインデックスが、戦車のやつは、戦車はどれのことだ。私の動画は頑張って作ってるわけではないんですよ、あれ。ほぼ編集なしで、今日は小野山っていう、動画か。こんにちは。そうそう、頻繁に更新しないと、ブロガー的な。鶏かこれ。黒いクマモンと白いクマモンがいるの？おば。何白いクマモンって？不思議集落。もうすぐだ。おけきゅ、盗もう。瀬戸康史、ヒカキンさんみたいにそれだけで食っていけるのはスイカ役。今のはそのビデオブロガーとして食ってる人なのかな。ニワトリがなんか探しかったですね。ちょっと読み上げでよく聞こえなかったけど。もうすぐだ。この辺りが最後の本格的登り入る前の集落。うん。ガルパン効果でどこだかわからないって繋がった。うん、何が初心者。ソニーのやつは縦長で、ちょんまげにするとよりこれより高くなっちゃうんで、高さが。ロボさんの機材の足しにはしたいよね。足し、収入の話かな。でもあれ、広告出るのは、すごく鬱陶しいと思うんですよね。富士山ですか。こっから富士山って見えるんだっけ。この雲だと本来見えるはずでも見えなさそうですね。今日はデオカメラは持ってないです。今とこの配信と同時に使ってる GoPro だけしか持ってないです。ずっと空間手ブレ防止機能の GoPro はいつ出るんですかね。手ブレ防止、これ頭に乗せてる分には結構細かい揺れは定義されてると思います。この上だっけ、売店は。最近のビデオカメラは手ブレ防止いいらしいね。デジカメも手ブレ防止すごいですよ。GoPro とモンスターってコンバタですかね。ハンドルマウント、いや、ガタガタの路面だったら別ですけど、普通の道だったらハンドルマウントの方が安定はします。ただ、例
例えばこういうことができないんで、走りながらこのすぐに視点をこっちに移すみたいな、はあ、梅雨だな。写真撮って、そう、紫火花と書く、はあ、アジサイ、アジサイ言いすぎ、アジサイコメント多すぎ。あ、着いた、ここだ。あれでも登りが出てない、登り出てないってことはまさか空間。アジサイすぎ、葉っぱ、アジサイなんか毒があるんでしたっけ。登りがないよ。え、あ、閉まってる。あれ、ま、マジですかね。あの、本気と書いてマジなんでしょうか。聞いたけど、え、そう、エイトさんと会ったとこなんですけど、あれ、休み、はいよでしょ、木馬ガール、おにぎりセット、あららら、閉店ガラガラ、空気を読んで廃業した、閉店、補給路を断たれた、おわたおわた、あ、客がいなかった、あ、やってない。そう、前来てたんで、今日ここでざわざわ、あのおにぎりセット食べに来たんですが、いや、今日やってないのか、どうですかね。時間的どうだろう。この書いてある字はそんなに時間経ってるようには見えないんですけどね。うん、どうなんだ。ちょっとさっきあの作業してた人がいるから、ちょっと来てこようかな。あそこってもうやってないんですかって。ありゃー、あらー、この間リンゴ太郎さんと会ったのはあの下田駅です。伊豆急下田駅、11時半開店だといいな。うん、この手書き文字はでも難しいな。これどんだけ立ってるっていうの全然わかんない。さっきですね、農作業してるおじいさんがいたんで、そっちの人に聞いてきてみようかな。あと10分、まあその間にちょっと聞いてきます。うん、気配は多分ないな。うん、別グループで二度太郎さん来てましたね。どうだ。あと上に蕎麦屋さんがあるみたいですね。いや、上じゃない、左の方か。上り方向じゃないとこにあるな。そうそう、儲かるとこじゃないと思うんで、さっきの人に聞いてこよう。蕎麦かな。やっと呼んでみて。ん、呼ぶ、あ、店の人ってことですかね。蕎麦も潰れてるみだ。お茶畑、 UFO よりそんな場所だ。お茶畑です、この辺りは。電話すればいいじゃん。ん、電話、ここって電話あるのかな。車来た。車、地元の人ではないっぽいな。湘南から、湘南のナンバーだし、ちょっとおじいさんに聞いてくる。あ、今のプリウスですか。本当に車の種類わからんな。そうです。ん、あ、プリウスですね。この辺湘南ナンバーじゃかったっけ。いや、ちょっとこの辺本当かよ。本当かって嘘だろう。ちょっと下向けて、よいしょ。あ、すいません、あそこの上の売店ってもう今やってないんですかね。あ、ええ、あ、で、じゃあ今日はもう一日やってない感じですかね。なるほど、わかりました。あ、でもな、あの、なくなったわけじゃないんですね。あ、わかりました、ありがとうございます。お、
ケンケンみたいな。寝坊だよ、笑わない。両腹つまみ、気分次第のみ。ワンワン、つまんだって。ワンワンを、あらかわいい。日によってやってないこともあるらしい。なんだって。じゃあどうも。ワンワンに、ついでにおにぎりもらったら、なんかバフンバフン言ってる。犬かわいい。オプスでバイクにつけれるの？ GPS は、小さいやつですけどね。今の時間車が来てやってなかったら多分今日はやってないんじゃないかということでした。残念、運が悪かっただけか。なんかケンケンみたいな。バフンバフン言ってましたね。まあそれなり苦しいんだろうな、あの犬。あなたのそばがいい。なんかそれハッチポッチステーションで聞いたような気がする。突き込んでましたね。いや、単に暇だけじゃないかな。おう、また来ますか。下ってきたらもしかしたら来てるかもしれない、店員さんが。チキチキマシンなんて知らんわ。知らんか、そうか。チキチキマシンは知らんか。文字は綺麗だったもんな。文字はですね、お昼ご飯を。自転車の人来てる。ヒラリアの商業。ヒラリアって犬でしたっけ。しないで、山はいるの危険だよ。あ、一応食料はパン持ってきてます。車ないな。蕎麦屋さんが向こうにあるんだな。そうそう、口臭の。残念。あ、以上。で、こっから先は確か電波ないですね。まあ行った。あ、しまった。やっと、うん、自転車の人いますね。おにぎりが、すごくうまそうだったんですよ。話しかけたいんでしょ、うん、どうぞ、鴨そばを食べよう。そば屋さんは、どうだろう、今時間的に11時半か。登って下ってきてから昼飯でもいいですかね。あ、お世話にありがとうございます。途中、ここ、巻き場館っていう牛乳の自販機があるところがあります。よっと。多分この読み上げはあの人から聞こえてますよ。周りが静かだから。私の配信はこれですね。読み上げを、ステレオミキサーじゃなくて、一人でリンクです。なんだっけ。100均スピーカーをヘルメットに貼り付けて鳴らしてるのがマイクに入ってきてるんで。よっしゃ。じゃあ行きますか。あ、そうだ、ちょっとじゃあパン食っとくか。それはここまでですね。ここから先は牧場と山。ちょっと補給食食っときます。声はイヤホンにならない。あ、いや、イヤホンで聞いた方が本当はやりやすいんですけど、片耳イヤホンもアウトっていう見解世の中に存在して、警官の人もこれイヤホンつけてる耳の側から見る限りは両耳つけてるようにも見えるんで、警官によっちゃ注意してくると思うので、そういう面倒かけないためにも。延長さっき確かしてたと思います。焦がしキャラメルクリームパンいただきます。そう、常連で、そう、常連もですね、はっきり定義されてないんですよ、あれ。だから文書の解釈の仕方によっちゃ政府でもアウトでもあるんですよ。まあ法的にやや今過剰に対応してる感じですね。骨伝導はいまいちだというふうに人から噂で聞きました。カロリーはおっしゃらずに、さよう。1個あたり108キロカロリーだから、一層合わせると540キロカロリー。500オーバーなんだこれ一袋で。さすが菓子パン。ヘッドセット。警官の人が、つけてるやつがどうって話もありますけどね。これはスパークリームパンに、焦がしキャラメル味が、フレーバーがついてる感じですね。集めてるんでください。山パンですか。
職質はですね、大昔に一遍だけありますね。夜中1時か2時ぐらいに、会社から自転車で帰ってる、ママチャリで帰ってる時に、初めて職質を受けました。でも私は基本見た目はですね、害がない人に見えるので、人から話しかけられやすいし、職質受けることも少ないみたいです。職質はどうだろう、見た目関係ないかな。ヘルメットしてないからね。ヘルメット。1時まで働いてたこともありました。最近は残業基本的にアウトですけどね。残業自体すんなって言われてますけど。だから給料が、ヘルメットしてると、どうですかね。そうかもしれない。あれ、盗難自転車の可能性考えてってことなんですかね。職質で無料確認するのは、関係見た目ありますかね。雲が向こうに流れていってる。怪しいですね。わかります。今の格好は相当なもんですけど、私はこの格好、頭の重さはそんなに今、これ工夫によって軽くしてる、軽くできるだけ軽い状態で頭につけてるんで、そんなに乗ってると忘れてしまうんですけど、これ傍から見たらかなりなもんですよ。このシルエット、ニッパ帽って言うんですか。ニッパ帽、あ、帽子か。体に埋め込みで、勝彦でございます。私は本名勝彦ですけどね。確かツイキャスか何かに勝彦っていうカタカナの名前の勝彦さんっていう配信者がいるんでしたっけ。なんかそういうコメントを、自分の放送だか他の人の放送のコメントとかなんかで見た覚えがあります。危ねえ。サイクラは細い人多いな。サイクラステッカムの人かな。あ、ステッカムか。カメラの設定はオートですか。オート、ですね、これはオートフォーカス切ってあるだけで、あとはデフォルト設定ですね。ウェブカメラロジクールの C905M、 このモデル今売ってないんですよ。生主同士の絡み自体を放送ネタにする予定はないので、この小さい花びらというか額なんだけど、この小さい花のアジサイ結構好きなんですよ。この小さなひし形のやつ、正確に言うとこれ額なんでしたよね。花びらに見える部分は花弁じゃないよっと。明日はちょっとわかんないです。今日はたまたままともな時間に起きられたので。まさかメガネからいから。Google、あ、どうなんですかね。反射。白飛びしてたかな。アジサイはですね。ダメだ、なんか気の利いたことが言えねえ。なんかさっきコメントで聞いたあなたのそばにいるとか今出てきてしまった。意味がわからん、それじゃ。あなたの後ろにいるの。今日自分ち。かなりそうですね。そう、私は基本的に計画とか立てるのがすごい苦手で。なので今日のこの予約も、配信5分前とかにやるんですよね。あくまで延長するためだけに。花の子ルンルン。どれだっけ？折りたたみか。折りたたみが一番活躍するのは、輪行の時だと私は思う。でもスタイルが好きって人も多いですよね。記録はすごいけど、計画は全然できない人ばかり。そう、計画全然できないです。抹茶チョコレート。あ、壁が。俺クロスのこの苔の。ルイガノは、ルイガノ結構安いですよね。そこそこのコンポーネント乗ってて。クロスバイクと比べると、といっても一長一短あるな。この自転車は輪行の時に重いのと、空腹で倒れてるところ、
このパンを食べないよって言って。綺麗な、あちら綺麗ですね。頂上に細かいディテールは映らないな、これだと。そう、牧場が途中から牛が見られるかもしれない。周知心、あのですね、あの小さなウェブカメラつけてるぐらいで恥ずかしがってる場合じゃないですよ。旅サイクリストどこですかね。晴れた日の、あ、そうですかね。写真的には白飛びしやすいかな。アジサイの花言葉は、味のあるサイクリスト。どの花言葉だ。何が花言葉なんだ。フランス。何でした。トライシクルですか。そこ何県。気温は、そんな高くないと思いますね。22、23度ぐらいかな。わかんないですけど。感覚的にはそんな感じ。割とあの、日陰でじっとしてたら涼しいぐらいだと思いますよ。旅行の計画俺も苦手。トラベルブルーになるわ。計画が。今日は半袖。今日半袖。短パンです。いい天気だね。まさかその一輪車で。この格好で、あ、このカメラですか。この格好で走ってます。あとこの格好は恥ずかしくないんですよ。いずれ恥ずかしくなくなります。世間の常識的に。恥ずかしい。アメリカじゃもうこれ常識ですから。月光急半なのか。アメリカかな、イギリスかな、どっかでは。坂道はここから結構なもんです。どういう格好してるの？ここに本当。どういう格好？アメリカ人の9割はゴープロつけて歩いてるよ。そうそう、9割は。ファッションリーダーロボ。あと配信しながらっていうのは、さすがにそれは一般的なのかな。でもあの日野翔平さんみたいなっていう説明でかなり通じるようになってきました最近。後方リアルカメラってことかな。あとサドルの後ろにつけたりするのもありますね。オフロ人。道は結構ボロボロでございます。いや、この辺そうでもないな。本当にこの自転車旅行の全映像をパソコンベストバックです。全映像を残すっていう観点からするとこのスタイルが、まあ、ヘルメットマウント前提だとこれが楽なんで。おなるの、それを知りたいか。アンガールズ坂はコケ収集家ですよ。知りたいです。知りたいか、そうか、わかりました。ゴプロをヘルメットにドッキングするためのくぼみがあればいいけどね。ゴプロですね。あとこれゴプロマウントのもうちょっとあのマウントの下の高さを削って低くしたい。直接あの GoPro をヘルメットの上に乗せて輪ゴム止めするようなあのマウントをあの 3D プリンターサービスでプラスチックであの作れないかなと思ってるんですよ。実際今の GoPro で、この GoPro ってビデオカメラ小さいやつで、あのラジコンヘリにつけるための GoPro マウントをあの 3D プリントサービスで急すぎるだろ。あの出力するサービスなんかも、そのサービスを使ってその GoPro マウントの設計図を売ってる人とかいますよ。11パーか、すんぐらいそうですね。あれまだ電波あるのか、そういえば。強度、あ、強度はビデオを見る限りはかなり、そのマウント自体の紹介動画とか見てるとすごく頑丈です。こんにちは。ここは神奈川県。ガミンがなんて、ガーミンは今、
じゃないですよね。毎時とか、一定時間ごとの位置と高度を記録し続けてます。山ですれ違ったら挨拶しないといけない雰囲気。最近もう結婚を諦めました。山でというかですね、結婚したいかどうか自分がしたいかどうか分かんないですね。挨拶するのはこういう人があまり来ないところで人と会うと、あの仲間意識ができるようなそういう感じで私は挨拶してます。だから例えば富士登山で大勢の人がいるところに行っても挨拶なんかしないんですけどね。挨拶したら逆に不審に思われるし、こう人がいないところに来て人と会うと、だからちょっと休憩入りました。あれ今の郵便の、うわすごい坂だな、あのあたり。街の中でする挨拶とまたちょっと違いますね、こういうところでやるのは。しかし小学生女子には挨拶しません。富士山は挨拶で疲れる。子供に挨拶は無視すると通報される。声かけ運動ロボデイスで言えば通用しますよ。どうです、なら山道を下れるはず。この間草津に行った時にさっきの車を追いかけて挨拶しないと、河川敷のすぐ近くの住宅地で子供たちが遊んでたんで、上から写真撮ってたら誰って聞かれて、吉川ですって答えてきましたけどね。なんで私ああいう時に名字で答える。前山陰の滝駅っていうところでも同じようなことがあって、子供たちがなんかバタバタ走り回ってたから挨拶したら、名前はって聞かれたんで吉川ですって答えましたね。あれ答えたの2年前かな3年前かな。吉川ってかっこいい、うん、沖縄でも名前答えてる。吉川ってミュージカルかっこいいっていうのはやっぱり吉川工事のイメージなんですかね。小玉で有名なロボです。会社は小玉で、微笑ましいわらわら、似顔絵が街中に。似顔絵が、次はロボと言いましょう。ピコちゃん、橋の上から行ったのですね。あ、勝彦です、私は勝彦です。2年前かな、2年前でしたっけ。武将はかっこ悪い。あの辺り行ったの。武将ってあの戦国の武将の武将ですかね。吉川浩司は戦国に詳しい。吉川元春だっけ、戦国時代の名前が知られてる吉川さんは。確かなんか裏切った側にいたとかいないとか。音に、ああそうなんですかね。おはようございます。元春でしたよね、確か。で、あれが広島の方だったかな。広島、山口かな。岩国のあたりで吉川って名前の人多いんですよね。広島県じゃない、山口県、あれ岩国、またどっちか分かんなくなった。山口だったよな、確か。吉川浩司の吉川です。それは言い過ぎだろ、うん、それは言い過ぎ。それ私が前昔言ったネタかな。挨拶は犯罪行為になってしまったからね。吉川って拷問っぽい響きで、いや拷問そうかな。ああ、あの聞くってことか、言葉か。なるほど、愛しい。で、今ちょっとあの風がそこそこ吹いてきててですね、とても気持ちいいんですよ。風があの涼しくて、なのでちょっと今動き出せないでいます。ああ、そよ風がめちゃくちゃ気持ちいい。風が語りかけます。そう、語りかけます。風が語りかける内容はもううまいしかなくなっちゃいましたね、今あの CM のせいで。いや、名門っていう話は聞いたことないです。うん、ここにおにぎりセットの一つもあれば。ああ、冷たい風はまた別にありますね。引かれてみて、この道で引かれるのはかなり難しいです。今みたいなタイミングを逃さずにやらなきゃダメですね。あ、それ引かれてみてて、もうすでにテンプレートですよね。テンプレですよね。テンプレートもテンプレもそんな短くなってない気がするけど、こけてみて引かれてみてはテンプレすぎて、ちょっと逆にネタですよね、もう。ああ、気持ちいい。テンプレすぎてバカにされるレベル。この鳥の声とか聞こえますかね、遠くの。放尿タイム、そうやってお金をかけるんですね。放尿タイムとか言ってたら聞こえんな。おすすめの自転車メーカーは？おすすめの、じゃあメリダ。私のこれがメリタだから。よし、行くか。音読みで聞こえないっす。
そう、棒読みしてると聞こえないですね。あ、でもそうだ、ちょっと今からコメントする人すいません、ちょっと一旦スピーカーのところの線外すと静かにできるので、強制的にチャリンコ10万ちょい、10万円台前半ですね。ちょっとお待ちを、スピーカーから線を、白、いや、どうなんだっけ、これどうだと言った途端にバイクが来た。さっきのあの郵便か。なんかこう日が当たってる。ちょっとしばらく静寂でもないんだけど、山の音。ちょっとそれの声が遠くなったな。高級車なの？そうでもないと思うけどな。山の静寂。よし、行きますか。ちょっと鳥の声遠かったですね。今静かにしてた間は。さっきもうちょっと近くて聞こえてたんだけどな。残念。タコさんは景色見て感動して泣いたことありますか？感動して泣いたことはない。泣いたことはないけど、まあやっぱいいなぐらいですかね。あの心の動かされ方としては。ああ、いいなって感じですね。これは釣り金人参かな。人参の葉っぱじゃないかな、あれは。おっと。開けてきた。止まった。あ、止まった。そろそろ電波やばいかな。途中で切れたんですよね、来た時は。接触トマトかな。情緒不安定で泣いたことならあるのね。情緒不安定は、どういう状態を指すのかな。北海道でオーロラ見ましょう。オーロラですか。移動的にまだかなり足りないんじゃなかったっけ。人参。電波かな。前来た時はもうとっくに切れてたんじゃなかったっけ。急に電波が。高麗人さん。高麗人。人さん、人参か今は。人さんって。コンクリ路面になってきた。限界なのか、そうなのかな。ちょっと一応 FMLE がエラー起こしてないかだけ。まあ標高というかエリアの差ですかね。止まってないな。音声も音声も、NG、はてな。なんか梅雨に PC が熱された匂いがしてる。ああ、コメントいかないな。よっしょ。ダメか。それでも、あ、なるほど。しかない。という、釣り広告を電車の中で見た。缶コーヒーかなんかの。よいしょ。それでも進むしかない。進む。
っとギア上げて立ち漕ぎで、あと山頂に行ったらちょっと電波が引っかかる場所があったんですけどね、食事もこの先は悪くなる一方です。確か進むの電波障害、進め我ながらも途切れ途切れで来ています。あ、途切れ途切れで、じゃもう完全電波ですね。牧場館どうだっけ、牧場館で牛乳飲んでいくか。延長時間はもう近いな、次延長したらよくないな。やった、自動何が自動なんだあれ、ポンプ場か。牛羊の羊掛けしたのかなこれ。お、海の方まで見えるかな。お、ちょっと復活した。なった。ミキサカです。あ、通常配信しますかね。森入りは前来た時に売ってたけど、食材と自炊装備持参だったんで食べられなかったやつなんですよ。あれ今何しようとしたんだっけ、なんでもないよな。あ、そうだ、通常配信しようとしたの思い出した。立ちこぎも半々ぐらいですね。あっと、通常まだ続く、はい、にしてみますと、FM リ止めて、はあ、こうで、これでどうかな、解像度を、こっちの方がいいか。よし。あ、よし。もうこれは、ここまでしかできないな。なかなかの坂です。よいしょ。うん。今これで一時的に、音声は行きやすくなったかな、変わらんかな。電波頂上に着いたらちょっとだけあるかもしれないです。主さんの配信見てたら出かけたくなりました。あ、牛だ、牛発見。前見たとこだ、ここ。ツイ
止まったか。牛がいるのに。でも電波ないんだよね。うん。完熟トマト。あ、起こしちゃってすいません。前なんかパンダみたいな模様の牛がいたんですけどね。あれはもう何年前だろう。6、7年前かな。こっちは。あんまり近づかない方がいいかな。牛に負担与えないように。まあ、噛まれたりすることはないから近づいてもこっちは危険ないんだろうけど。電波でしたよね。帽子は見えないな。さよなら。トマト 100%。500メートル超えたら完全にトムトかな。あ、そういえば確か640、635メートルだっけのとこに、スカイツリーと同じ高さみたいな看板が出てたな、確か。お、ちょっと牛舎の匂いがする。惜しい方、惜しくない方。標高500メートル超えると電波ってダメなので。いや、標高じゃないと思う。延長してしまったか。じゃあ一応コメントで書いておくか、この先のこと。そろそろ頂上？いや、頂上までまだかなりかかりますね。そろそ、この先か、この先、電波は頂上までないと思います。思います。いや、まだまだ電波は頂上までないと思いますよ。で、次の30分は、真っ暗だと思います。よって次の30分は真っ暗だと思います。頂上までは1時間時間は見ておいた方が。頂上までは1時間は見ておいた方が。では、ご了承ください。絵が残ってるってことか。よし。ではご了承ください。では行きます。よいしょ。しょぼん、仕方ないね、しょぼん。そんな、ゆっくり登ってくださいまし。うん、ゆっくり、ありがとうございます。お昼食べてきます。お昼、いらっしゃいませ。急斜面だな、ここ。急斜面は特にこの、さっきの集落のところからがきついですね。まあ、休み休み来てますんで。録画なのに臨場感たっぷりな演出。録画なのに、不思議だ。聞かなかったら枠終わるのかなって聞いても、コメント届かんかいから。あ、いや、コメント届いてますけどね。コメントやり取りができるくらいの電波だけが届いているのが一番厄介で、それだと延長はするけど真っ暗です。ここで牛絞りあるのかな。絞り、ここは牛のなんていうのかな、子牛から乳牛の状態まで育てるとこだったっけ。子牛までを育てるとこなんかもありますね。あ、育成か。子供、子牛からか。そこから先は YouTube 見てるあなたのための映像です。ああ、そこそこ見えるな。よいしょ。
透明も見えてる。よいしょ。そうか、ここ夏場は木陰がないんだな。そういえば本当に暑い真夏に来たことはなかったような気がする。子供の牛が可愛いんだよね。うん、子牛はこっち来て見たことあったかな。あ、そういえば下の方にいたな。牧場とはまた別のとこに。頂上浜木場館から徒歩かな。浜木場館の少し先からですね。確か覚えないので。生まれたてでも40キロ。40キロ牛か。お、12時か。すいません。ハンダコテは持ってる。よっと。実は ID で。よいしょ。その初期の頃コテハもらってた人の分はある程度覚えてるんですけどね。感じですかね。どっちかっていうとロボサってコテハンいらない人じゃないかな。どちらでもっていうスタンスです。あった、630m。こっからピークは 700m 台だったかな。あと170メートルぐらいかな、標高差。なんか出てる。頂上まで車で行けるのね。頂上まで最後ちょっと歩き入りますけどね。トムとかい、表示されない。723か、残り100ないな。よし、1時間かからんかった。あれ、すごい、鹿がいたのここだったっけな。下、鹿牧場があったのは。トムトダイ。神奈川県の酪農家からメスの子牛を預かり、立派なお母さん牛なりを育てています。なるほど。衛星写真だとよくわかるね。お、あ、牧場がかな。あの牧場案内っていう字の左右の直立してる牛がちょっと可愛いな。よいしょ。復活まだかい。復活はとりあえずこの枠はこのままですね。終わりますね。お、車結構来てる。牧場から牛を引き取るときはちょっとしたお祭り、うん、お祭り。あ、ま、巻きパカでこんな近くだったっけ。吐く、吐くない。よっと。
と牛乳飲むか。よいしょ。ああ、およいしょ。今来た。真っ暗。あ、真っ暗です。まあ、キーパー、やかった。と、耐えられるって。牛乳、パック、飲んで、きます。牛乳パック飲んで、きます。そうそう、こまえも楽やったな。北方、こんにちは。北方。あっと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 、よいしょ。ああ、今日はなんか東京かなんかの、あ、パックじゃなくて瓶があるな。瓶にしよう。と一緒かな。高梨牛乳。ジェイカン、大野山の牧場。バックの手中身はどうする？谷でバックの、あ、間違えた。陶芸やってますね、今日は。ツイートできたかな。あれ、下書きに入ったか。ツイート、ツイートさすがにいかんかな。こういった。この辺イノシシいないのかな。イノシシどうかな。来た。
お、これ水ですか？そう、水。こんな仕掛けが。よっと。お邪魔しました。確かイノシシ漁やってた記憶があるのだが。イノシシ漁、微妙に電波がつながってますね。あ、現地名菜のなんていうのかな、これは看板じゃなくて柵か。現地名菜の柵が。バッグじゃなく瓶かい。あ、瓶でした。脇は缶で牛乳しかないの。うん、牛乳だけですね。自販機だけですね、あそこは。あと陶芸教室みたいなのやってました。で、そうか、これ口で言ってもしょうがないのか今。結構超寒いな今日は。うん、銃撃てるように。おお、ここからだと川もちゃんと きれいに見えて、なかなか。で、この先鋭角に折れ曲がる道のところで、折れ曲がるというか交差しているあたりから歩きで飲まなきゃいけなくなります。登り返しもうすぐです。開始というかつづら折るのがもう少しですね。つづらでもないか、単に折れ曲がるのが。動かぬ。でもこんだけ見晴らしいんだから少しぐらい電波入っても良さそうなもんだけどな。あと人にお願いするときはそれなりの口調で。お、ハートだった。乗車はここまでかな。高梨酪農牛乳の味はどうですか？うまかったです。ですか？まあ冷えてれば何だってうまいけど、あ、濃いって
ってこともないかな。あそこかゲートは。よいしょ。真っ暗。真っ暗でございます。コメントだけ来てるのが微妙だな。YouTube でロボさんの利根川の動画見てたら、勝敗戦やってたイカ役。利根川。あれ、利根川ってこの間のところか。自転車を入れない方がいいかな。ふぅ。ポタファイだけ持って行こうかな。あと一応、気持ちだけ鍵かけて。ホワイトパンと麦茶持っていこう。みんな真っ暗って言うけど、あ、こっちだね。これの坂道の静止画だよ。それ分かってて言ってるだろう。超前のゲートに到着。ポッタファイとパンだけ持って歩いて登りますと。あ、そうだ。iPhone4 も持っていかなきゃ。今ここ出してるから。来たー。ですね。左カーブの坂道のままだよ。ポタフだ。ポタフじゃないや。今ここ出してる iPhone も持って登ります。よいしょ。うちも坂道の静止が。うちも。ここからそこそこ歩くんですよね。だよね。あ、そうだ、 GPS ですね。記録のためと盗難防止のために。更新しない勇気。よし、もうすでもないよな。富士山、ここから私は見てないような。真っ暗になったけど坂道静止が復活。坂道は結構な坂です。坂道の静止が。坂道一緒に行ったかな。静止が行ってたら声もある程度行ってないのかな。一の一巻き区かボックか。静止画ってことかな。よいしょ。
かな。頂上前はちょっとだけ繋がりました。エリア的にもなんか向こうの端の方だけエリアが引っかかってたような。今もあんま変わってないんですね、電波状況は。あれ、富士山はどっち見えるんだっけ。ここ丹沢だから、あっちに、あっちの方か。貞子に聞いてくれ、来い、去年は来たような。去年はちょっとありましたかね。去年というか、おととすか。で、登山というか、ピクニックの人たちがみんな飯食ってましたね。